こんにちは。株 FX の投資経済ニュース&裏情報のコーナーです。はい、まあ、前回はね、直近1月とかね、直近であるイベントを、株価を動かしそうなイベントをね、はい、神尾さんに紹介していただきました。はい、今回は2019年もまあまあ言っても始まったところですので、まずは世界全体の株や為替の見通しについてですね、まあ、前回まで南福さんがおっしゃってもらったように重要なイベントとか、あと、アメリカと中国の新冷戦ですね、に関する国際情勢や政治的な問題などについてご紹介しましたけども、今回はですね、それ以外でもう一つ世界の株価の方向性に大きく影響する要因の一つであるヘッジファンドの話、もうこれをちょっと少ししておきたいと思います、はい、でまずですね、実際にその新冷戦などこのような背景もあってですね、今年2019年はビッグショート時代、ビッグショート時代に突入するのではないかというのが今ヘッジファンド業界の中で言われています。あ、マジ、うん、へえ。ビッグショートその通りですけど、まあ、言うたら大きく下げるから、空売りで大きく儲けるチャンスっていう意味ですね。ビッグショート時代と今言われています。言われてんの、すでに。この実際このビッグショートっていう言葉をヘッジファンドのそのとか業界関係のレポートとかでめっちゃ見るようになりましたね。マジっすか。今年入ってが特に。すげえ安易な名前やね。まあ今ヘッジファンド業界に喧嘩を打ったわ。いやいや、その名前つけた人。名前つけた人全部潰してください。名前つけ、いや俺もショートで行こう。ビッグショートにちょっと乗るくらいの。まあ、そんな感じで今言われてるんですけど、その中でよく出てくる例えがですね、これ2015年にアメリカで公開された映画マネーショートっていう、見ました？見ました？見たことない。言わんでも見ないと思う。見てみましたよ、もちろん。あ、見ました。うんうん、あの投資家とかだったらね、見る人もいるかもしれないですけど、あれは結構面白い、ね、面白いですね。神尾 TV 見てる人やったらすげえ面白い。あ、そうですね、このコーナーとか、あの神尾 TV 見てくださってる方だったら、まあ、ご覧になってる方も多いと思いますし、見てない方するとね、面白いと思うんで見てもらったらいいんですけど、まあ、簡単なストーリーで言うと、2004年とか6年ぐらいにかけてアメリカのでは住宅価格が上昇して、まあ、住宅ローン債券、まあ、いわゆる高利回りの金融商品として価格を上げていたわけですね、まあ低所得者層の人でも家買えるようにというか、いわゆるサブプライムボーンですね。そうですね。があって、多くの投資家がそれに、金融商品を買い漁る中で、これはもうバブルであると、それを必ず近いうちに崩壊すると見越した一部の投資家もいたわけですね。その人たち、そのこのマネーショートって映画で、その一部の投資家がどのようにサブプライムローンのバブルが弾け、いわゆるサブプライムローン危機って言われるときに、巨額の利益をショートで出したか、買い出したかっていうようなことを書かれている、実話の映画ですね。でだからもっと簡単に言うと、サブプライム問題の時にいち早く大量の空売りを仕掛けて大儲けしたヘッジファンドの話です、でこれちなみにノンフィクション、つまり実話なんですけど、この映画が今取り出されてるぐらい、その時代が来るんじゃないかって言われて、あ、マジで取り出さされてるの、引き合いに出されてましたね。ブラッドピット出てるで。あ、そうなんですか。ブラッドピットって言ったら喜ぶと思ってる人が大丈夫かな。あ、そうブラッドピット、びっくりしました。ブラッドピットそんなに人気ないとか。いやいや、僕らの世代で、すごい超男前や、超イケメンで出てくる代表格やけど、ゆいちゃん世代じゃないわ。あ、そう、びっくりしました。もう通用せえへん、通用せえへん。え、なんか正直でって思いました。あ、そう、誰やったらおって思う。僕らでたら石原裕次郎がって言われてる。へえやん。うん、確かに男前やけど、ちょっと実感ないなみたいな。うそー、ずれ感じる。でもそういう時代の、いや戦時やブラビ出てます。ブラビ出てますね。出てたっけ、出てたか。出てるよ。出てたっけ、はい、伝説のファンドマネージャー的な。おお、覚えてないけど、先生的な出てましたあの役柄で、はいはい、うん、めっちゃもっさいおっさんの変装して、ね、変装というか、ね、はいはいはい、役回りで、まあ、どうでもいい。どうでもいい話で、まあ、このマネーショートっていうタイトルなんです。これあの原作はですね、マイケル・ルイスさんっていう人のノンフィクションなんですけど、これ原作のタイトルが、まあ、日本語訳にすると世紀の空売り、世界経済の破綻にかけた男たちっていうタイトルなんですね。すごいな。だからまさにそのままなんですよ。お、それが僕らのことですか。そうそう、だからこの映画が引き出されるように、この原作タイトルのように、この2019年はもう世紀の空売り、世界経済の破綻にかけろっていうような感じなんですね。でヘッジファンドの中でもそんな感じで、2019年は約10年ぶりに再び大規模な
空売りができる、で空売りで儲けるチャンス、つまりビッグショート時代、うん、ビッグショートの波がやってくるんじゃないか、それに備えよっていう動きが出てます。今そんな動きが出てるってことですね。なるほどね。でその根拠とかまた詳しくはちょっとアメリカ特集とかのところでやろうと思うんですけども、うん、まあもちろん新冷戦もありますし米中貿易戦争もありますし、うん、アップルショックもねありましたし、年明け早々ぐらいですね、うん、ありましたし、あとファング銘柄の大暴落に見られる IT 株を中心としたもうアメリカ株の大上昇はもうついに終わるからっていう見方もありますし、はい、そしてトランプ大統領自身の問題もいっぱいありますし、など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 含めて、ね、もうビッグショートの流れが来てるというのがもう投資のプロ中のプロたちが今見てる今年の見方というか予測ですね、うん、ということです。見通しということですね。なるほど。でその見通しがあるんですけど、ここですごく重要なことがあってですね、うん、実は昨年末にこの神尾 TV で公開した動画、ヘッジファンドは実はあんまり儲かってないと特集でご紹介したように、そうよ、うん、ヘッジファンドはですね今もなお絶不調なんです、うん、で実際にですね、うん、このグラフが出しておきますけど、はい、これですね昨年末の12月ですね、うん、つまり特に年末のアメリカ株の超大暴落の時、まあだから日本で言ったら25日にあったブラッククリスマスと言われるようなあの大暴落の時に、うん、ヘッジファンドはエクスポージャーを減らしすぎているために、実は多くのヘッジファンドは空売り、つまりショートで利益を取れてないってことが分かるグラフなんです。うーん、あ、そうなんや、うん、でこのグラフはですねブルームバーグ、七福さん大好きなブルームバーグによるんですけども、大好きこれヘッジファンドが空売りの時に借り株に支払う金利の総額を表したものなんですね、うんうん、だからこれによるとクリスマスの大暴落、いわゆるブラッククリスマスの時にヘッジファンド全体としてあまり空売りができていなかったことが分かるんですよ。つまり空売りで儲けられてなかったってことです。つまりチャンス逃してるんです。逃しちゃってんねや、うん、ほう、あんな時になんでやろうね。それは前から言ってるようにエクスポージャー減らしてることはリスク資産減らしてるんで、そうやな、少額しかかけてないってことですね、うん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 、年初からずっとヘッジファンド特集で言ったように儲かってないんで、うん、どんどんリスク減らしてるわけですね、うん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 、でリスク減らして減らして減らして、やっとチャンス来たのにリスク減ったままの資金しかないんで、ちょっと注目なかったです。なるほど。簡単に言ったらね、あれクリスマスやったからその重要な意思決定できひんかったっていうのも、あ、それももちろんありますね。ヘッジファンドのボスたちはクリスマス休暇中なんで、うん、南の島行ってたよね島かどうかは知らんけども、まあ、イメージはね、南の島で、まあ、カクテルを、ね、カクテル飲んでるんでた時期なんでね、うん、ただ下っ端は残されてポジション整理させられてたんで起こったとも言われてますけど、確かに七福さんがおっしゃると大きな意思決定できなかったっていうのももちろん一因としては言われてますね。実際これドイツ銀行のハリー・マーティンさんが言うには、マクロ環境の不透明を踏まえ確信を持って特定の銘柄を空売りすることにためらいがあったと、単一の銘柄のビッグショートを仕掛けてもこのホリデーシーズン、つまりクリスマス休暇中のとか年末年始休暇挟むんで薄商いになりますから、うん、相場の乱高下によって今年のリターンを損なわれるんじゃないかと、うん、儲けた分も取られてしまうんじゃないかっていう懸念もあって誰も望んでなかったという意見もあります。なるほどね、はい、この表で見るとエッジワンド取れてなかったと言えるのは、一つはエクスポージャー減らしすぎてリスク取れないからお金なかったっていう意見もあるし、ナフシさんがおっしゃったりとかこのドイツ銀行の方が言ってるように休暇中やし、うん、そんな乱高下するし、これで今年の分ちょっと儲けてる分さえ吹っ飛んだらもうやばいから、うん、手出さなかったっていう意見もありますね。なるほどね、はい、うん、ただどちらにしても儲かってないってことはこの評価は分かるってことです。分かる、はい、うん、そんな人たちが言うてること信じてええんかな。どういうことですか。ビッグショートを言うまあ確かに、でも去年は、あ、2018年は不調でしたけど、それまでヘッジファンドの時代でしょ、うん、せね、ずっとヘッジファンドを作ってきたんで、うん、そうだそうだ、うん、じゃあ2019年信じます七星さん勇敢にヘッジファンドのポジションを全部逆にいったらいいと思いますよ。ああ戦いに行ったらいいじゃないですか。なるほどなるほど、いやちょっとそれ怖いね海賊と呼ばれた男になるかもついていきます。かっこいい、ビッグロングだ一人戦っていけば日本人とアメリカと欧米の投資家たちフォローしていきますで実はですね、ナフシさんがおっしゃるとまた不調でしてね、お、ヘッジワン、昨年末公開したヘッジワンドは実はあまり儲かってない特集のフォローとなるんですけど、うん、最新情報としては11月もヘッジワンド全体のパフォーマンスは平均マイナス 0.31% です。つまり平均したら儲かってない、損してるってことですね。年初来のリターンもマイナス 2.83%、うんうん、つまりヘッジワンド預けてたお金減ったってことですね、うんうん、平均ですけどね。なるほどね。で S&P と見比べても全然
見劣りすると、うん、パフォーマンスはだから S&P 過程は得やったってことは、うん、もう11月の段階でも言えてます、うん、で11月は10月に引き続きオプション戦略を取っているヘッジファンド以外は全てマイナスで出ます。うーん、オプション買ってるとこだけ利益出たってことですね。なるほどね。資産別で言うと例えばコモディティ商品ですね、うん、は約マイナス 1.2%、うん、株でマイナス 6% ぐらい。うーん、結構やね、うん、出てますね。ほうほう。で11月だけでもヘッジファンド全体から 66.8 億ドル資金流出してます。6000、まあ、約7000億ですね。7000億円ね、うん、出てますし、11月だけで言うと59%、 つまり 60% ですね。 59% で、まあ、約6割のヘッジファンドマネージャーに解約請求が出てます。わかります？首？あ、解約してください。解約だ、口座を解約。そうそうそう、 60% マネージャーね、はあ、に解約するってことはお前とか儲かれへんから引き上げるわって言われたのが6割にいるってことです。へえ、すごい。結構ですね。ヘッジファンドだからあんま大したことないんです。いやいやいやめちゃめちゃエリートを捕まえて何を。でもそんな残りの4割の一部がめっちゃ儲けてる、ね、うん、あ、なるほどね。まあまあスタートラインに立つのも難しい業界やけども、うん、それでもその一部しか儲けれないっていうことなんですね。まあ日本やったら東大で東京大学出て一番上の人たちはまあ大体官僚になりますけど、うんすね、アメリカはトップ大学の人は大体金融業界入りますからね、うん、官僚とかそっちの公務員行く人の方が全然少ないですからね、うん、アメリカとかやったら。そうですね、まあ、そういう人たちでも今負けているってことですね、まあ、平均ですけどね、うん、ロングショート戦略で言うと年初来で言うと19億ドルの約2000億円の流出だったけど、11月は約34億ドル3400億円資金戻ってきてます、うん、とか動きもいろいろありますね、うんうん、一番資金流出している戦略はマネージドフューチャーズっていうところなんですけども、うん、これは9ヶ月連続資金が出てまして11月で27億ドル出てますと、うん、年初来 159.6 億ドル。ほう、だからすごいじゃん1兆円以上か、全然1兆5000億ぐらいの資金流出ってことです、うん、戦略別で最大に出てますね。でマネージドフューチャーズどういう戦略かというと、うん、もう今回は平常の特徴で簡単に言いますけど、株とか債券とか金利とか通貨とか、あとはエネルギー、貴金属、農作物とか、うん、商品ね、コモディティなどのさまざまな上場している先物とかオプションに投資する、レバレッジを効かせたハイリスクハイリターン型の運用のことです。うーん、何言ってるか分かりました？分かりますよ。先物に思いっきりレバレッジかけて、うん、リスク取って投資していくっていう。ああ、まあ簡単に言うとそういうことですだよね。そこの戦略取ってるヘッジファンドは温存してるってことですね今。なるほど、うん、資金流出してるってことは損してるからですね。当然儲かったら資金出さないからね。うん、そこが今失敗してるってことですね。なるほど、一番大きい失敗そこってことです。うん、うん、リスク取ったとこほど流出というか損してるっていうことですね。あ、戦略的別で言ったらね。あ、なるほど。ただも上の方は儲かってるからね。2018年で11月まで言うとオプションのその7年お世話のレバージかけてボラ取っていたところの戦略は失敗やったってことですね。なるほど、ということです。まあ、この辺はマネージドフィーチャーとロングショートの戦略どういうものか詳しくはまたちょっと平常特集でやっていきたいと思っています。いつやるのチャンネル登録数10万人超えたらね。いや10万人かなり鍵やね。普通やってくれねんな急に。もう作っていっておいた方がいいですよ。もう超えるからね皆さんね、やっててくださいね。ポチッと押しててくださいね。大抵の方は押してください。まあ、YouTube はね半分ぐらいの人がチャンネル登録者しないで見ているっていうのが YouTube 全体の課題なんですけどね、うんうんうん、全員が登録してくれたらもう一気にできますので、一気に16万人ぐらいいきますお願いたいと思います。お願いします、はい、でまたヘッジファンドのこれ12月の最新の数字が出たら、この2018年1年間のこのヘッジファンドの実績をまとめたやつをまたちょっとお伝えしようと思いますんで、実際今どうなってるのかね、その投資のプロたちがどうなってるのかは最新の数字が出てから2018年、去年1年間のヘッジファンドの成績をちょっと特集したいと思います。はい、なるほど、言える範囲で、うん、で2018年は、まあ、前回も言いましたけどヘッジファンドもかなり痛手を負ってるとか多いってことですね、うん、一部しか儲かってないみたいなイメージですね、うん、で平均でマイナス出てるってことですからね、うん、そうですね、はい、だからもっと分かりやすく言うと、ほとんどのヘッジファンドはヘッジファンドとして期待される利益からすれば全然儲かってないってことですね。うん、ヘッジファンドっていうのは大暴落があっても大上昇しても市場リターンはるかにプラス出せる、しかもアルファを絶対値を求めてるんで絶対プラスならなあかんっていう仕組みを背負った、使命を背負ったファンドですけど、
そこで期待されるほど儲かってないってことですね。なるほどな。2018年はちょっと厳しかったということですね。でここが今年につながる大事なことになるんですけど、だからこそその大逆転を込めて今年2019年は何か大きなことを仕掛けてくる可能性が非常に高いってことなんですよ。去年の負けを失敗した消しにするぐらいのでないとヘッジファンドがかなりの資金が流出してますから、それを取り戻さないとやばいわけですよね、自分たちも。そうですね。ということは今年儲けないとダメということで、その一つとしてヘッジファンドたちがビッグショートにかけてくる可能性が非常に高いと言えるわけですね。なるほど、まあ、リスク取ってくるんだ。取ってくるということですね。でこれは投資全体の一般論ですけど、大暴落してる時ってほとんどの人勝てないわけじゃないですか、個人投資家で言ったらね。そうですね。プロは勝てるけど個人は負けれるわけですよね、ってなると大きく儲けようと思ったらそっちの方が手っ取り早いですよね、上昇してる場の時はみんなでパイを分け合うんで利益のパイを分け合うんであんまり儲からないですけど、暴落してる時は儲ける人が一部ってことはパイを少人数で分けれるんで、一人当たりの儲けが多くなるってことなので、単純に言ってね、なのでビッグショート来る可能性全然あるってことです、ヘッジファンド事情からしても。なるほど。そして前回前々回でお伝えしているように世界経済の動きから見てもファンダメンタル的から見ても、まあ、チャート的に言ってもそうですけども暴落の可能性は全然出ているので、これビッグショート時代来るんじゃないかと、2019年はそういう可能性が非常に高いということですね。ということです。なるほど。マネーショートの時代が来ると、あの映画みたいなことが起こるかもしれないということですね。あの時はねもうバブルでみんながロングロング、はいはいはい、であの人たちだけがショートやったわけじゃないですか、なんかみんなは今はショートってもうすでに言っちゃってる、はいはいはい、ところが違うところですね。まあ、ただアメリカ株はまだ言うても天井圏じゃないですか。あ、そうですね、チャート的に言ったらね、まあ、だいぶ下がったとはいえこうリバウンドしてるから、七口さんの言葉だったらリバってるから、リバってるギャル風に言ったらリバってる、リバってるからねまだ天井圏でしょ、ここから崩せるじゃないですか、ということでありますね。なるほどね、だからもちろんヘッジファンドはビッグショートに仕掛けるからといってただ単に一直線に下がるわけじゃないです、もちろん、それは読めすぎるんで、じゃなくて一回下がってビッグショートと思わせて大量の空売りを個人投資が仕掛けたとこ買い上げて、踏み上げしてからが本番。なるほど、それが何回かしてから本番ですね。絶対一直線じゃないですよ、ね、ここで言いたいことはね、ただ全体としてはビッグショート時代ってことです、ただヘッジファンドは当然個人を買ってくる、借り取ってくるので、一旦こう、もうほんまにビッグショートやなって思わせたチャート作ってみんなが空売り対応を得た時に踏み上げて、上がりきったところで本物のビッグショート出てくる、この繰り返しですね。それはもちろんありますね、っていうのはあります。だから分かりやすい売り場面で売らない方がいいですね。そうですね、じゃあまあまあどっちかいうと高値圏から売りを仕込むっていうようなイメージの方が良さそうですね。その辺に関してはまたちょっと詳しくやりたろうと思ってるんで。いつやるんですか空売り特集の時に。それ10万人超えてからでしょ。それ100万人超えて、なんで今年もう終わってるかもしれない。ビッグショート時代終わってからかもしれない。これ新しくチャンネル登録者数増やす戦略かもしれない。なるほど。いやでもあ、今ね、もし皆さんはだって1円も払わずに、チャンネル登録してもらえるだけで知れるということですから。そうですね。これは全然リスクになるんですね。そうですね。Google アカウント作ってもらえればいいってことは、まだそうですね。それだけですから、ただで見れるんで。お願いしますまあそれは冗談に置いときますけど、まあ、近いうちにちゃんとヘッジファンド特集とか空売り特集もやっていこうと思います。そうですね、今年来ると思いますから、おそらくお二人もめちゃくちゃ儲けれます。やったー嬉しそう、すごく嬉しそう。まあこれはちゃんとした統計じゃないね、分からないんで、日本の投資業界言われてるざっくりした話ですけど、5% ぐらいのしか空売りできないって言われてるんで、逆に空売りできたら全それだけで勝てるわけですよね。そうですね、だから全然すっごくチャンス、今年すっごくチャンス、なのでね、そのため前回前々回の結論の繰り返しになりますけど、このビッグショート時代に入るってことはイコール株価が超大暴落する時っていうのは本物のね、本物の投資家トレーダーにとっては実は大儲けするための大儲けできるチャンス、大チャンスの時期でもあるっていうことですね、そしていよ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 今年2019年こそこの空売り祭り、プットオプション祭りが始まるかもしれないという希望と期待を持っていただければと思います。はい、はい、なので一緒にね、めちゃくちゃ楽しみ、めちゃくちゃ一緒に稼いでいきたいと思いますので、引き続き神の手を見ていただければと思います。お願いします、はい、では次回からはですね、いよいよ
我らが日本についてちょっと特集を久しぶりにやりたいと思います。2019年の市場予測ですね、うんうん、日本株のやりたいと思います、うんうん、いよいよですね、いよいよですね、はい、まあ新冷戦もありなんだかんだありヘッジワンドもビッグショートありんで、まあ、世界株、世界の株はどう見ても世界の景気悪くなし株も下がると思うんですけど、うん、日本株は強い、まあ一部ね、うん、上がる銘柄は爆上げする銘柄、爆上げだ、もちろん全体としては下がる銘柄もある、もちろん出てきますよ、日本株全部上がるわけじゃないですけど、うん、日本経済はすごく強いんで今年、うん、その話をやっていきたいと思います。してください、はい、早くまあまあ日本株の方が皆さんやりやすいと思います、ね、そうですね、アメリカ株とかならね、うんうん、というわけでちょっとやりたいと思いますので、はい、今年は日本株のロングでも取れるしショートでも取れる時代おということで、ちょっと次回から日本株特集に入っていきたいと思っております、うんうん、なのでぜひ見逃さないためにもチャンネル登録の方お願いいたします。メルマガと LINE アットやってますのでこちらもご登録してください。何かあったらすぐ LINE アットで送らせていただきたいと思っておりますので、うん、登録していただけると思うありがたいです。あとぜひいいねボタンもよろしくお願いします。あとこの動画がいいと思われた方はぜひツイッターなどでシェアの方もお願いいたします。動画説明欄にこの動画からの説明、ツイッターのインスタグラムのリンクも貼っていますのでぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。